さあ始まりました。本日も父さんがお送りする車に乗りたいのに修理部品が全然手に入らないノーワンサバイブドのお時間がやってまいりました。あーもうねこれ以上歩くのがもう本当にきつい。早く車乗りたいんですけど、車の修理部品をスキルで作れるとは思うんです。クラフト紙には一応あるんですけど、そのスキル解放までがめちゃくちゃ遠いんですよ。で一応今私のスキルがテーラーが4、エンジニア4の電気2の機械5なんですね。まああと夜勤か、夜勤が今 2.3 か4ぐらいまで来てるんですけど、あのねここが進まない限りこのクラフトレシピが解除できないんですよ。あのね、まあ、一応今一通り、まあ、化学反応ベンチとか薬局テーブルはまあ後回しでいいかなっていうような感じ。あでも火薬が作れるから後回しじゃダメなのかな。一応ねここインゴット関係はここまで行ってます。鉄とアルミか銀のインゴットができない感じですね。で鉄の防具系はまあツルハシまでと、でマチェテが作れるように改良してまだ作ってはいないです、まあ、鉄がないので全然ね。で今回ねここ行ったんですよ。このバッテリー台っていうのを開放してまだ作ってはないです、このバッテリー台で。さらに加工テープじゃなくて加工台っていうのも開放しました。でその先にあるのが車の修理キット、こちらなんですね。でこちらを開放するためには、まあ、機械式5年生まあ5年生のあれがあればいいんですけど、それ以前にですね、これを開放するためにはこれか、電気炉を開放しないといけないんですよ。錬金学年4年生で、私今錬金学年2年生じゃないですか。だから4年生まで行ってこの鋼っていうのかな、鋼のインゴットを作れるようにならないとこの、そう繊細な部品かなは作れるようになるんで、まあだからスキルツリーがねこれやっぱこう最短距離で行こうとするとやっぱいけないですね。ちゃんとその手前のスキルツリーを一通り取ってからじゃないと、順序立てていかないと車が乗りたいからって言ってぶっ飛ばしていこうとすると全然やっぱ無理ですっていう話で、一応この加工台、設置はしたんですけど、これもね要求数が鬼畜だったんで、これ頑張って集めてきました。いやただその集める探索、周辺の町探索したんですけど、それにね気づけばもう4日経過してるんですよ、前回のフェラルから。もうすぐね次のフェラル来ちゃうっていうか、1日の経過がめっちゃ早いんですよ。早いっていうか多分走らなくちゃいけないじゃないですか、探索するにも。でその走って目的地に行くまでが時間かかるんですよ。だから橋を渡らずにこっちの私が今いる島の中で探索したんですね。まだ探してない街とか探索途中だったところを、でアイテムいっぱい取ってきたんですけど、めちゃくちゃ時間使うんですよ。はい、で残すはこれで、あと簡単な部品で完成ですね。はい、じゃあこれ入れて、簡単な部品言ってた、妖怪1足りない、ただ私はですよ、これとこれとこれを使って簡単な部品作れるようになってますから、これで1個作ると、これねクラフトするとね、簡単な部品1分の1じゃなくて1個作ると3つ完成します。1個作ると3つっておかしいですね、1回作ると3つ出てくるんで、これで足りるはずですね。これで加工台完成いたしました。で私の予想だとこの加工台でですよ、スキルの解放していけば繊細な部品でしたっけ、あれが多分ここの台で作る。電気が接続されていません。いやちょっと待ってくれよ、なんだなんだ、電気ってなんだこれ、燃料発生器、あこれか、太陽光発電所、地熱発電、いやーちょっと待って、この辺かな、あー多分これか、あー学習条件が満たされていない、ちょっと待って、私の、モーターがあって、モーターで覚えるんでしょ、スキルは足りてるはずなんで、これで、あー覚えれますわ、はい、燃料発生器、これは日本語の翻訳が間違ってるのか、私が単純にそのままの意味合いを捉えきれてないの、ああちょうどいい感じの場所あるじゃないですか、ここにしようかな、ちょっと向きを、これ電気発生器って書いてはないんですよね。燃料発生器、材料ボード、簡単な部品、電線に燃料発生器、うん
出たもん。いやあのさ、今燃料発生器を作りたいから材料を入れようとしてるのにね、それに燃料発生器が必要だって言われたらさ、どうすりゃいいんだよこれ。もうダメですわ、もうダメです、もうこれ行くしかないわ。この長距離なんですけど、この一番左にあるまだ行ったことない小に、ここでもう夜勤のレシピを学習できると願って、もうそれにかけるしかないですよね。めっちゃ遠いですけど行きますよ今から。もうね、夜勤のスキル自体はかまどをずっと覗いていれば少しずつ上がってくるんですよ、あの焼き上がるたびに。ただめちゃくちゃ少ししか上がんないんですね。でその経過する時間が早いから、なんかかまど覗いてたら多分あっという間にフェラルになっちゃうんじゃないかなって。もうすでに探索だけで4日ぐらい使ってて、でもこれであと1日2日でしょ。あっちの省に行って帰ってきて間に合うかってところぐらいなんですけど、まあどっちにしろあと2日間何もすることないので、もう作るものもないし、まあ、やることといったらやっぱ省に開拓するぐらいですよね。はい、でこのマチェテでぶっ倒して、ここはこれ強くないですか、どうみんな。体力もなくなってきたので一旦ここでどんぐらい寝ようかな。17でしょ、3時間4時間ぐらい、まあ3時間にしとこうかな。あんまり時間経過させたくないので、で復活ポイントに設定しておきます。もしもの時にね、中間地点、最初から拠点で湧いちゃいますもんねこれね、リスポーンポイント拠点のままだから。で今ちょうど中間地点の商人の場所まで来てるので、今残り半分で、今デイ20でしょ明日。ただ明日になって急に来るわけじゃないですよね。確か夜の9時か10時ぐらいじゃなかったっけにフェラルが発生するのも、まあなんで約2日ぐらい、1日半以上はありますんで、まあまあまあ探索しつつ次の商人とこ行って、まあ戻るぐらいの時間はあるんじゃないかなと。ちょい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 、何これ、見て見てみんな、わかります、なんかねすんげー長い道、道なのかこれは、なんだこれ、めっちゃでかい屋敷のさ、なんか入り口みたいな、わかります、言いたいこと。なんか一応マップ上は伸びてますね、山の上の方まで。なんだこの道、ちょっと車はされるわ、気になる、あー狼かあれ先にいるのは、めちゃくちゃ気になる、なんだここめっちゃ気になるな。これちょっとトランク漁って、あんまり近づくとこれ鉄バリケードで暗いそうなんで、ちょっといいよ、ちょっと距離を空けて探索。うわ出た、ミリタリーバッグ、あーバックインバックできないんだよなこれ、ちょっと待てよ、私のバックパックの耐久が確か下がってるんで、これ新品に取り替えた方がいいですよね。これ新品なのでちょっと取り替えますね今から、この間の隙間から、あ入れますね、オッケー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 、リアカー引っ張ってきます。やばいなこれ、なんだでかいお屋敷とかあるのかな、すごいですよねこの長い道のり。あちゃんと、あこれ狼か、左にいるのはこれ動物とかゾンビとかも多分これで遮断してるんじゃないっていうか、すげえな、どこまで続いてんだろうこれ、遠い、あ頂上か、あなんか建物ありますね、はい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 、はい、あーゾンビいるわ、あーいや特に何かあるわけじゃない、なんだここ炭鉱かなんかかな、工場出てきました、あでもゾンビ結構いますね。とりあえずリアカー置いて漁れるところは漁ってきましょうか、あんまりバレたくないですね、マチェテの耐久もそんなにないんで、あでもバッテリー、あーはい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 、いや途中でもチェストはいくつかあったね、あいるな1匹ずつちゃんとね、はいルル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 、ほいよいしょ、オーケー、おい左手もらった、はいオッケー、おおおおおおお、これゴミ袋ならなくなったんですね、そういえば今気づいたんですけど、これゾンビやっつけたらあのゴミ袋になってたじゃないですかゾンビが、これアップで入ってるなこれ、普通に倒してほらゴミ袋じゃなくなった、あれいつからだ、今気づいた。ちょっと待って、ゾンビゴミ袋じゃなくなった、倒せ、おーおーおお一撃、ほらゴミ袋ならない、あこれアップデート変わったんですね、あーどうしようこれまだまだ先ありますわ、これ炭鉱かなんかですねきっとね、さっきからね鉄鉱石とか結構手に入れてるんですよ、
鶴橋と斧とか鉄斧とかね。いやーここめっちゃもっと漁りたいけどもう持てなくなってきてるし、あんまり時間使いたくないですよね。あ、コットンゲット。いやでもね、私の止まらないこの物欲が次から次へとあれ見え。いやーどうする、ちょっとある程度漁ったらちょっと切り上げていく感じ。銀鉱石はもういらないんですよね。銀はいっぱいあるんで今のところダメだダメだ、もうこれ以上はやめよう一旦切り上げましょう。これまだね先あるっぽいんですけど、もうどっちにしろ持てないし、あんまり時間使いたくないので、もうこんなに集まったんですよアイテム。よし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 、ならとりあえず一旦これで、もうこれでもういいでしょう。商人のとこ急いで向かいますか。なんだここ発電所かなんか。いやめちゃくちゃなんか開けてるっていうか、すごいなあ。空港かこれ、空港ですね。今マップで見たら滑走路みたいな見えたんで、あー空港か。これも違うよな、やっぱね鉄鉱石っぽいのないっすよね。見つける石が結局掘っても銀なんですよ。鉄ないな、この辺の石とかかな。ちょっとどう、まあ、鉄問題がちょっとまだ解決してないですよね。鉄鉱石自体のブロックを見つけきれてないんですよ。よし、あとちょっとだ、あとちょっとだからって言って安心しずに、ここでちゃんと復活ポイントを設定していつでもリスポーンできるようにします。でちょっとだけ寝て体力回復させましょうか。あれじゃないですか、あー見えてきた。え、2階建て今回の商人。おお、でかいぞでかいぞ。お、ついにここまでめっちゃ遠かったからな、達成感半端ねえぞ。やっと着いた。徒歩でここまで来た人いないんじゃないマジで。いやめっちゃ遠かったぜ。わすげえ、この商人めっちゃでかい。おお、どれどれどれ、あ暗い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 、誰だ、あいる商人。ここの商人は誰、マリアかい。おマリア、向こうにもいたじゃん。え品揃えは、お、なんだこれ、完食。あすごい、めっちゃお野菜セットみたいな、パーティーセットみたいなのあるんですけど、ちょっと待って、弾は、あー556、あれ修理キットある、あったー、しかも11、あめっちゃ安い、あ買えた、やばい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 。皆さん、どういう状況かというとですね、私は車に乗りたいから、この車の修理キットを作れるようになるためにスキル上げを頑張ってきたんですよ。そしたらスキル上げで詰まって、でここのトレーダーにね、夜勤のスキルを上げに来たんですけど、もう全部吹っ飛ばして修理キット現物が売ってるっていうまさかの状態。いや、まあ、しかも安いって、何これ、しかも2個も売ってる、やべえちょっと待った、これちょっともったいないな、25対11だからもうちょっと変えるわ。いや弾はさすがに無理か。え、ちょっとどうしよう、すごいすごいことが起きました。ねえみんなこれ奇跡じゃない、ちょっとこれご飯とかと、あーまだまだ変えるぞ。いやここのマリアすごいしな、それえやばい、これ多分、いやまだわかんないですけど、この修理キットでもガソリンは入れてきたじゃないですか前、まあガソリンも持ってるんで、でガソリンとこの修理キットを持って、あの初期リスの壊れた車のところに持っていけば、これ徒歩地獄から私解放される、マジ車持ちじゃないですか、これは高まるぜ